皆さんこんばんは。川崎 FM 自然環境教育番組 Do the Nature 始まりました。ナビゲーターはマイハルリです。今夜も皆さんと楽しく放送してまいりましょう。この番組では地球愛にあふれる活動を皆さんにご紹介しています。今夜は川崎市幸区にあります夢見ヶ崎動物公園ですよ。夢見ヶ崎動物公園の秋の動物園祭りに行ってきましたので、その模様をピックアップしてお送りいたします。夢見ヶ崎動物公園、皆さんは行ったことありますか？大人気の動物園ですけれども、川崎市は広いので、多摩区ですとか麻生区の方はまだという方もいらっしゃるかもしれません。動物園は緑に包まれた自然豊かな加瀬山にあります。今回秋の動物園祭り、楽しい催し物がたくさんあったんですけれども、ピックアップしてお送りしましょう。まずはバックヤードツアーです。バックヤード、普段一般の入園者には入ることができないエリアですね。でもこの日は特別にバックヤードに入ることができるんです。この日は3回バックヤードツアーがありました。バックヤードツアーの整理券をもらいに朝から行列ができていましたよ。そしてキーパーズガイドがありました。各動物のお家の前で動物園の担当の方が説明をしてくださいます。こちらではね、声を収録していきましたので、お聞きいただきたいと思います。まずはフラミンゴの前です。フラミンゴは自然界では藻や甲殻類、昆虫などを食べて生活しています。ただ飼育下ではそれが比べられません。この今言った3つの餌の中にカロテノイドという色素が入っていて、これがフラミンゴをピンク色にしています。動物園ではフラミンゴフードといって、このカロテノイドが含まれているフラミンゴ専用のフードを持ってきました。こんなドッグフードみたいなカラカラなんですけど、これはカルテノイドが入っているフラミンゴ専用のフードです。これを与えています。またここ夢見ヶ崎動物公園ではフラミンゴフードの他にオキアミ、リンゴと人参をミキサーにかけてジュースにしたもの、この3つを一緒に混ぜて与えています。カロテノイドを含んでいない餌を食べ続けると、このピンク色の色がどんどん薄くなって白色になってしまうと言われています。ですので、このカロテノイドを食べていない生まれたばかりのヒナは白に近いグレーの色をしています。そこで親鳥はこのカロテノイドを含んでいるフラミンゴミルクといって、赤い栄養素がギュッと含まれている液体を口から、真っ赤なんですけど、口から子供に口移しで与えることによって、子供は 2,3 年かけてピンク色になると言われています。そうですね、その今言った3つの餌を食べるときにと一緒に水を入れます。なぜ水を一緒に入れるのかというと、このフラミンゴのくちばし、ちょっ と今遠くに行っちゃったので見てください。そうそう、こう曲がっています。これを長い首とくちばしをこう一緒に入れて水ごとすくって、実はこの端っこがちょっと開いてるんですね。ここから水を出してこし取ってフラミンゴは餌を食べています。はい、フラミンゴのブースでキーパーズガイド始まっていましたので拝聴させていただきました。フラミンゴの美しい色、淡いピンク色ですとか朱色なんですけれども、なぜフラミンゴはそんな美しい色なのかと申しますと、それは一つはフラミンゴたちが食べている餌に起因しているんだよというお話でしたね。野生のフラミンゴはエビなどの甲殻類や珪藻類、藻類などを、まあ、餌にして食べることでピンク色の羽を保っているので、動物園では餌に羽の色をきれいに保つようなね、成分を配合しているということでした。フラミンゴのブースを出て歩いていますと、その動物園の通路でね、アンケートをしている方にお会いしました。アンケートにお答えすると、フラミンゴの羽をプレゼントということです。どういうことなんでしょう。お話を伺っています。動物園の中を歩いてましたら、アンケートされている方にお会いしました。こんにちは。こんにちは。どんなアンケートをされているんでしょう。
はい、夢見ヶ崎動物公園をこれからより良くしていくためのアンケート、市民の皆様に、利用者の皆様に、お願いしております。アンケートにお答えすると、なんかプレゼントがあるというお話なんですけれども。はい、そうですね。お礼として、フラミンゴの羽付きのオリジナルしおりをお渡ししております。今ちょうどフラミンゴの羽の抜け替えの時期なので、落ちてしまったものをそのまま捨てるのではなくて、まあ皆さんにこんな綺麗なものあるんだよっていうのを知っていただきたくて、オリジナルしおりお作りしておりますので、お渡ししております。わー、フラミンゴの本物の羽なんですね。はい、夢見のフラミンゴの本物の羽で、赤いものだったり、色が白いものだったり、いろいろあります。ピンクのイメージですけども、実は、ね、朱色のような色なんですね。そうですね。お腹の方の内側の毛だと、なんか綿毛のような白いものでふわふわしていたりと、いろいろ様々あります。はい、ではアンケート私も答えてみましょう。はい、次はレッサーパンダを見に行きましょう。レッサーパンダ、かわいいですよね。もう何してても、体をかいてても、眠っていても、どんな仕草してても可愛いですよね。愛嬌ありますよね。キーパーズガイドは後半で、実はレッサーパンダが餌を食べて、その後に出てくるあれのお話です。子供たちも初めは、って言ってたのが、やっぱり子供たちもチャレンジですよね。チャレンジしまして、そうなんです。あれがね、臭くないんです。お茶っ葉のようなね、植物のような香りがしました。子供たちも実際に体験することで、新たな発見をしているようですよ。はい、いいですか。はい、これがうんちでというか、竹をいっぱい食べると申しました。1キロぐらい竹を食べます。で、うんちも1キロ出します。じゃあ、うんちはこんなとおり。竹の葉っぱがわかりますか？匂い嗅いでみますか？いい匂いなのに。もう誰か勇気ある人嗅いでごらん。はい。うんちの匂いしないでしょ。うんち臭くないね。お茶の匂いってよく言いますね。大人の方回しますので適当に。大人の方は適当に匂いを嗅いでみます。まあ、お茶の匂いしますか。まあ、お茶なのかもしれないですね。そう言われると。なんか植物の。そうですね。もちろん、どんな匂いではないです、ね。はい。レッサーパンダのうんち初めて嗅ぎました。なんかこう、お茶っぽいっていうか、植物っぽい。竹をね、食べてるからですね。はい。次は、ブラウンキツネザルのコーナーで、キーパーズガイドを拝聴いたしました。ブラウンキツネザルって、どこに生息している動物か、皆さんお分かりでしょうか？後で、ご説明がありますけれども、マダガスカルと、アフリカのモザンビークの東側にマダガスカルっていう島がありまして、そこで暮らしている動物だそうです。キーパーズガイドの中ではクイズもありまして、自然と動物のことを学べるような催し物になっていましたよ。皆さんこんにちは。本日は読みヶ崎動物公園にお越しいただき誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、では今からですね、動物たちご紹介するんですけれども、その動物たち、暖かいところに暮らしておりまして、寒さがちょっと苦手な動物なので、今日はお部屋の中にいます。ちょっと遠くて見えにくいかもしれないんですけれども、お時間許す限り最後までお楽しみいただければなと思います。はい、じゃあまず最初にですね、ご紹介するのはこちらです。はい、この動物何かわかりますか？はい、チンパンジー、ありがとう。これですね、ブラウンキツネザルっていう猿の仲間です、はい。特徴としてはですね、毛が茶色で目の色は赤みがかった黄色っぽいオレンジっぽい色をしている目が特徴です。そして尻尾が長いのも特徴の一つですね。でブラウンキツネザルどこに住んでいるかというと、アフリカのマダガスカル島に生息しています。キツネザルはですね、マダガスカル島のみに生息しているんですけれども、はい、他にもですね、ブラウンキツネザルの他に
こちら黒白襟巻きキツネザルやワオキツネザルなど、キツネザルの仲間全部で100種類います。はい、まあ、世界にはですね、サルの仲間約520種類ほどいると言われているんですけれども、その約5分の1ほどキツネザルが占めているんですね。あ、この子たち当院にも暮らしています。奥の方にですね、ワオキツネザル、黒白襟巻きキツネザルいますので、後でぜひ会いに行ってみてください。あ、こちらのコシアンなんですけれども、実は人工保育で育ったため、とても人に慣れているんですね。さっきからちょっと部屋の中を行ったり来たりしているのが見えている方いらっしゃるかもしれないんですけれども、ちょっと今また部屋の中にいますね。はい、この子は2016年の5月に生まれた8歳の女の子ですね。生まれた翌日に衰弱して排水溝に落ちそうになっているところを発見されてですね、そこをその後ですね、お母さんのおっぱいをもらってないことが分かって人工保育で育ちました。まあ、人工保育っていうのは、飼育員がお母さんの代わりをして赤ちゃんを育てていくことですね。はい、まあ、2016年の当時、ここ夢見ヶ崎動物公園では、ブラウンキツネザルの人工保育初めてだったみたいなので、まあ、ミルクも人用と犬用のものをブレンドしてちょうどいい配合を試行錯誤したり、あとミルクの回数、そして、離乳のタイミングだったり、離乳食も、まあ、わずかな資料と、あと他の動物での人工保育の経験、まあ、そういったものを手がかりにですね、まあ、半分手探りではあるんですけれども、無事に育ってくれたみたいです。はい、じゃあ皆さんに生まれた当初のコシアンの写真お見せしますね。にゃーかわいい。こんな小さかった。にゃーかわいい。ぬいぐるみに捕まってますね。そこの下に引いてある白クマのタオルは今でもお気に入りで毎日引いてます。このタオルを引いてあげるととても喜んでくれます。はい、じゃあ突然なんですけれども、ここで皆さんにクイズです。ブラウンキツネザルが野生で食べているものは次のうち何でしょうか。1番果実、2番花や葉っぱ、3番昆虫。はい、じゃあこれだなって思うものに皆さん手を挙げてみてください。1番果実だと思う人。はい、これ果実じゃ。2番花や葉っぱ食べると思う人。はい、じゃあ3番昆虫だと思う人。はい、はい、ありがとうございます。正解はですね、じゃじゃん、全部でした。はい、手を挙げていただいた皆さん大正解です。ありがとうございます。よかった。はい、果実、花や葉っぱ、昆虫、あと時にはですね、鳥の卵や、小さな哺乳類だったり捕まえて食べたりするそうなんですね。まあ、いろんなものを食べるので雑食性の動物です。はい、マーコールの餌やりの時間です。今ね、笹が用意されていて、これは、まあ、マーコールの主食ではなくておやつのようなものだそうです。皆さん、マーコールの餌やりコーナー大人気で、もうずらりと、多くの方が順番を待ってますよ。マーコールという動物、皆さん知ってますか？マーコール餌やり体験ができたんです。珍しい名前の動物がいるんですよね。ヤギの仲間ですね。大きなヤギです。マーコールが暮らしている場所というのはヒマラヤ山脈の西部に連なる標高だいたい500メートルから3500メートルの山岳地帯に群れで、このマーコールは生息しているそうです。ヒマラヤ山脈の西部というのは、例えばアフガニスタンとかインドの北西部ですとか、ウズベキスタンとかタジキスタンなどね、それからイラン東部などのその山岳地域ということなんですよね。動物園のそのゲージの中にも小高い山というか崖をイメージした山がありまして、その上の方でね、マーコールが立ってたりしましたよ。毛がね、ふさふさしてました。美味しそうにね、おやつを食べていましたよ。はい、今回の動物園祭りでは動物のご紹介だけでなくて様々なブースがあったんですね。それではピックアップしてご紹介しましょう。ネイチャーゲーム、それからサポーターのブース、そしてデジタルラリー、それから道館くんが来てたのでお話を伺いました。順番にご紹介しましょう。自然と触れ合うネイチャーゲームのブースにやってきました。
ネイチャーゲームさんといえば以前も放送いたしました、とっても楽しい自然の中で遊ぼうという取り組みです。平井さん、お久しぶりです。久しぶりです。今日はどんな出展でいらっしゃったんですか？今日はですね、今日は動物園ということで、動物の中に例えばお尻がハート型に見えたりとか、お花のところがちょっと V の形に見えたりとかっていうね、そういう動物さんの体の中の一部をちょっと形探したり、あといつものように自然の中でハートの葉っぱを探したり、お星様になるお花が見つかるかなっていうのをちょっと探検してもらいたいと思ってます。もうじっくり観察するとたくさん発見があるっていうような。そうですね、ちょっと身の回りの葉っぱだとか木のところをじっくり見てみると、いろんな形が隠れてるなっていうことをちょっとは発見してもらいたいなと思ってます。例えばご紹介しますとね、 V の字、皆さんわかりますか？ここにヒントが一枚写真があるんですけれども、うさぎさんのお花。確かにそうですよね。よく見てみるとそういうふうに体のところとかお顔のところにいろんな形が隠れてるんですよね。私面白いなと思ったのは星。皆さん星どこかに隠れてますよ。見つけてくださいね。そうなんですよ。よーくね、お花が取れた後なんかをよーく見てみるとあるかもしれませんよ。楽しみですね。皆さんそれもう探しに冒険始まりますよ。はい、それでは動物クイズナリーのブースにやってきました。こんにちは。こんにちは。楽しいグッズが置いてありますけれども、こちらはどんなブースなんでしょうか？はい、こちらはですね、夢見ヶ崎の、サポーター、夢見ヶ崎動物公園が好きな人たちで、今作ってる、クイズラリーなんですけど、園内にいる動物たちを使ったクイズです。一応オウム、そこにいる、ハートマン、ヤマシマウマ、あとは、フンボルトペンギンの3種類のクイズを作っています。参加賞で、夢ヶ崎の動物たちをモチーフとした缶バッジがございますので、ぜひ、ご参加していただきたいです。はい、特別に、例えば、どんなクイズがあるのか、一つだけご紹介していただきましょう。3問目の、オウムの話なんですけど、こっちは、夢ヶ崎オウム、2羽飼ってまして、それの足を見て、その足の指がどういう形をしているのか。難しい。これ結構そうなんですよ。これだけやっぱ分からないっていう人もいて結構難しいんですけど、それを見て答えていただくっていうクイズがあります。皆さん、3本だったり、2本で前後にあったり、これはもう観察力がないと分からないよね。そうですね。すべて問題、全部観察をよくしないと解けないような問題になっているので、探しながら、他の夢見ヶ崎のクイズの動物以外も、いろんな面白い生き物いるので、そういったのも見ていただけたらなっていうふうに思ってます。もうたくさんお客様が集まってきました。はい。皆さんは動物園のファンの皆さんで、サポーターをされてるんですか？そうですね。固く言わなければファンですね。一応活動といたしましては、月に一度ある、夢見ヶ崎サポーターの集まり、動物の会議みたいなのがありまして、そこでどう動物園を今後変えていったらいいかとか、こういうイベントやっていったらいいんじゃないかっていうものを、いろいろやっています。それは、どなたでも参加できるんでしょうか？はい、特に、制限がなくやっています。あと、こういった参加以外にも、一応寄付という形で、金額的な方でのサポーターも募集していまして。まあこの動物園無料ですもんね。もう本当この世の中で無料なんて本当にありがたい。でもやっぱりそういう皆様の応援があったらそれは役に立ちますよね。そうですね。夢見ヶ崎も今新しい事務所だったりどんどん今改革をしていって、現在今応援している方をすごい募集してて、皆さんの力が本当に必要なので、ぜひぜひ夢見ヶ崎をもっと知っていただきたいです。はい、ぜひこちらの幸区の動物園、夢見ヶ崎動物園にいらしていただきたいと思います。そして応援もよろしくお願いします。デジタルスタンプラリーのブースにやってきました。楽しそうなラリーですね。はい、ありがとうございます。来年川崎市が100周年を迎えるということで、今年初めて開催させていただいたものでございます。デジタルスタンプラリーですね、川崎市内のイベントをつないで、皆様にそちらを回っていただいて、
ポイントを集めていただくというものでございます。スマホの方で特にアプリのダウンロードは不要で、ウェブの方で QR コード読み取っていただくだけで参加ができるものでございます。で、今年初開催になりますが、かなりいろんな商品を用意しております。商品券ですとか、有名スポーツ選手のサインの入ったユニフォームなど、そちらの方が当選いたしますので、ぜひぜひ皆様ご参加をいただければと思います。で、今年はですね、99年、100年の1年前ということでプレ開催になりますが、来年はさらに拡大をしてですね、おそらく11月のまた同じぐらいの時期に開催をさせていただきます。ぜひぜひ来年、大きな形で開催をしますので、ご参加をいただければと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。皆さんよろしくお願いいたします。いよいよ100周年来ますよ。放送がね、12月だとまたもう今はイベント終わってるんですけれども、来年皆さん参加してみてくださいね。ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。とっても可愛らしいキャラクター、道館くんのところにやってきました。道館くんのご紹介お願いします。はい、道館くんはですね、太田道館をモチーフにしたあのキャラクターになります。ここ幸区 の夢見ヶ崎という地域は、太田道館が築城をしようとして、まあ、諦めてっていう伝説がある場所になりまして、もしかしたらここが江戸城だったかもしれないという場所なんですね。惜しい。はい、その太田道館を、まあ、あの地域の方もよくご存知なんですけども、まあ、それを掘り起こしていこうということで、道館くんというキャラクターができました。いつも街を盛り上げてくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、夢見ヶ崎動物園、たくさんの動物が暮らしている動物園なんですけども、今回はピックアップでお送りしました。いかがでしたでしょうか。私はですね、ヤギやロバさんのコーナーに行ったり、それからヤマシマウマのコーナーに行ったりしました。ヤマシマウマ、砂浴びっていうんでしょうか、背中をですね、なんかこう地面に背中をこすりつけてるような場面に遭遇しまして、ヤマシマウマさんからすると、まあ日常の一部なのかもしれないんですけれども、私は初めて見たので、すごくとても驚きましたし、興味深かったです。それから触れ合いコーナーで羊に触ることができました。ウールの毛糸のね、本当に暖かそうな、でも思ったより硬いっていうか、しっかりしたふさふさした毛でしたよ。はい、ということで、あっという間にお時間経ってきてしまいました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。マイハルリお便りで検索しますと、この番組のお便り送信フォームが出てきますので、そこからメールで送ってくださいね。引き続き川崎 FM でお楽しみください。ということで、ご紹介です。来週もトゥーザネイチャー、来週も自然の中でお会いしましょう。